では10月の9日から、はい、公開になります、劇場アニメーションのデッドラインの公開記念ということで、はいはい、本日はお時間いただきました、はい、ありがとうございます。では早速なんですけども、はい、今回お二人で、原作脚本監督っていう形で今回の作品を作り上げたんですけども、これは厳密やってる間でなんかかっちりその分けられた、なんか役割っていうのはどんな感じでやられたんですか？なんかもう形ある程度もう土台っていうかストーリーラインっていうのも石井さんが作られて、じゃあそれに対してもその絵としてどう面白くするかっていう感じもうかっちりやられたんですか？でもなんか結構ディスカッションしながら作り上げていったのか、意外にだからアイディア出しみたいな僕がなんとなくやって、でもともと大きい設定としては昔そのグラスホッパーで作ったフラワーっていう話のもうちょい前の世界観みたいな感じで、世界観もなんとなくもう決まってたんで、はい、SF 設定とかもだからもうネタだけバババババって出して監督に確認してもらって、はい、こんなのいいんじゃないみたいな感じで、でそこからもう収支がつかなくなってきたから桜井榎木戸さんと桜井に助けてみたいな感じで呼んで、木戸さんが構成を作ってくれて、桜井くんがその構成をもとに一応シナリオをガーって書いてくれて、でそこからあとは僕と監督で削っていったって感じですかね、で最終的には監督が絵コンテンツの中でもっと削っていったみたいな感じ、シンプルな形にしていって仕上げたっていう、そのシナリオをもとに絵コンテを描いていきまして、でそれをビデオコンテを一回作ったんですね、はい、コンテを全部取り込んで、コンテの脇の尺分に合わせて、はいはい、仮のアフレコと SE と BGM を入れて、はい、でそこでちょっと長いかなっていうような部分だとかをカットしていったりして、今の尺分に調整してと形を撮ったんですね、初めに。でそこからはアニメーションを作るのにすごい時間がかかるので、はい、書く時間っていうか4年かかりました。そうですね、書いた間4年間ちょっと待ってくださいって感じでひたすら書いて、でそれが終わった後に今度は音響の方を、はい、もう一回石井さんにお渡しして、はい、キャスティングを含め、効果とか BGM とかを発注していただいて、作っていったっていうような、もうバトンタッチの、やり方で作り上げていったって感じですかね。コントを取り込んで、やる方法って、そんなに頻繁にやることなんですか？頻繁にはやらないですね、日本でほとんどないんじゃないですか、ね、なんか向こうだとね、CG である程度なんかそのエフェクト入れたもので、ストーリー動くストーリーボードみたいなのあるじゃないですか、あれに近い感じ。そうですね、で見ていて、じゃあここはちょっと省略できるなってなったら話し合いながら、そうですね、すごいですね、お二人がお仕事したのはやっぱパーティーセブンからっていう形です、はい、もともとどういうきっかけで小池監督にやってもらおうとオープニングのところですよね、はいはい、なったんでしたっけ、パーティーセブンの時って。パーティーセブンはアニメにしたいなと思ってて、オープニングを、じゃあやっぱ厳密にこういう絵を描いてほしいなみたいなイメージはあったんですけど、日本の作品とか見ても全然なかったんで、海外の作品いるとかいろいろ探してて、はい、でイオンフレックスのゲームのプロモーション映像みたいな、はい、これすげえかっこいいと思って、はい、調べてたら日本人の名前が一人あったんで、はい、この人やみたいな感じで声かけたのか、そうなんですか、なんか短編だし、割と自由にやっていいような感じだったので、すごく魅力的だったんで、僕としてはすごく初めてだったんですけども、はいはい、なんかすごく興味が湧いたっていうか、ぜひやりたいと思って、はいはい、参加させてもらいましたね。お二人お互いに、そのもう本当パーティーセブンっていうのまず最初の仕事だって、本当にその後もうだから10年ぐらい使うぞと経って、こうやってまた一緒にお仕事されるっていう形になって、なんかお互いのここがすごいなとか、こうなんか仕事してる時ここがやりやすいとか嫌いだみたいな、そういうのってあったらお聞かせいただきたいんですけど小池さんもでも本当すごいですね、本当にすごいですよ、宮崎さん以来じゃないかと思うぐらい僕はすごいと思いますね。手法の宮崎さんですね。そうですね。ますよ。やっぱ絵も描ける、アニメーション動きもすごい上手いし、レイアウトもできるし、
メカ作家、メカデザインもできるっていう、はい、何でもできるっていう、基本的に何でも自分で一人でできちゃうっていう才能っていうのはなかなかありえないんじゃないかなと思いますけどね。分業、こんだけ分業が進んでる世界の中で全部できるっていう人ってほとんどいないと思うんですけど、はい、だからそういう意味ではすごいと思うし、絵描きとしてもやっぱり描く絵もやっぱりすごい色っぽいし、はい、絵描きとしてもすごい才能だなと思うし、あ、まあ、どこの世界の人たちも欲しいんじゃないかなと思いますけど、ね、うん、もうとにかく何でもできるって言って、ね、センスも抜群だってところが、うんうんうん、どうですか監督は。ありがとうございます。でもですね、演出っていうふうな立場ですとやっぱ人にやっていただくっていう仕事なんで、はい、やっぱ、まあ、僕が石井さんを尊敬するのは何でしょうね、人にやる気を出させるというか、こう何でしょうね、すごい自由度を与えてくれるっていうか、そういうネタ振りがすごくうまいんですよね、うん、いろんな何か魅力的なものをいっぱい与えてくれるっていうか、うん、だからこの通りやりなさいっていうようなことではなくて、はい、割とイメージ的だったり、はい、振り幅が大きかったりっていうような、はい、テーマの出し方をしてくれるので、作る側としてはすごく作りやすいっていうかやりやすい、という意味ではすごく演出的な監督的な人だと思うんですね。そういう意味ですごく尊敬できるし、僕がスタッフにお願いする時も何か迷った時はちょっと石井さんだったら公演にやるのかなっていうようなことで対応させてもらって、あ、負けたっていうこともあるし、あ、怒られたっていうこともあるし、いろいろなんですけど、でもやっぱすごく参考にさせてもらいました。そういうふうにすごく尊敬できますね。この本当に何かお二人、特に石井監督の作品ですよね。なんかやっぱりその今になるとパーティーセブンのアニメーションのイメージがあって本編があって、今になってしまうと、はい、サメ肌男の方も今アニメーションがあったかのイメージになってるね、はい、なんか今になってしまうとなんかこのなんかなんですかね、かっこいいそのヤンキーっぽい人たちとか、このもうカーレースだったり今回のレッドラインとか、なんかそこら辺の世界観っていうのはなんとかお二人があってから、なんかそういうのはやっぱ二人とも好きなんですかね、そういうレッドラインに象徴されるようなこういうちょっと向こう見た連中とか、はいはいはい、うん、好きだ、うん、好きなんじゃないですか。そうだね、石井さんの結構それ以外にも茶の味とか、 なんかもっと違ったものを取られたりとかしますけど、ベースってやっぱそうなんですか、はい、レッドライン的なものっていうのは。そうですね、いや、やっぱり SF が好きっていうのは松本零士さんが好きみたいなのがあるんであ実際これよりもっと奥が深いっていうか、裏設定度とかがいっぱいありまして僕が消化しきれなかったような面白いのがいっぱいあるんですよね。JP に関して言っても全然元のキャラのイメージは違ったんですよ、はい、見た目は同じなんですけど、はい、これはで結果的に尋常なキャラクターとして書かれてますけど、一番恥は全く真逆な性格で書かれてて全く逆だった。全く逆ですね、タヌーマロッカーって書いてて国々にすごい革新がいっぱいいるみたいな感じの設定だったんですよね。ちょっと僕はそううまく紹介できなかったんで真逆な感じの方にキャラクターをちょっとシフトしながら作っていかせてもらったんですけど、そうですね、これはなんかごめんなさい、ちょっと不明記であれなんですけど、うん、裏設定とか、あとその先に作られたその絵コンテを取り込んだやつって、DVD とかブルーレイとか見れたりするんですか。これ先の話になっちゃうんですけど、おまけで見れないんじゃないかな。見れないんですか。曲の問題が多分あるから、そうか、音楽の問題があるから。そうですね、なんかもう見ていてさっぱり何回か見ないと、結構アナウンスでも早くてどんどん情報が流すじゃないですか。全然なんかその動きの面白さとか、キャラクターってのは見れば分かるんですけど、何やってきたかっていうのは全然本編見てると1回だと分かんなくて、これはどういう説明があって本とかなんかであるのかなって思ってたんですけど、まあ小説出ますんで、そんな、あ、そうですね、やっぱそれはそうなんですね。